どう、小村。話はできたのか？はい。ゆっくり話ができました。何を話してたんだ？私がレックスと出会ってからのこと。そして、これからは私がレックスの面倒をしっかりと見ますから、安心してくださいねって。なんだよそれ。自分の面倒ぐらい自分で見るよ。ダメですよ。レックスは放っておくと無茶ばかりするんですから。すっかり女房気取りじゃのう、ホムラ。おい、ちっちゃん。女房、別にそんなつもりは。冗談じゃよ。レックスを扱うんじゃ、それぐらい強引でもいいじゃろう。もう、青龍さん。さあ、もう用は済んだろ。そろそろ帰ろう。え、もう帰るんですか？もう少しお話ししていきません？話なら帰ってからでもできるだろう。二人っきりでお話ができる機会なんてそうはないですよ。ちゃんもいるし、二人っきりとは言えないんじゃないか。なんじゃ、年寄りを邪魔にする気か？退散した方がいいんかの？もう、そんなことないですよ。青龍さんの意地悪。若いというのはいいもんじゃの。で、何か聞きたいことでもあるのか、小村。どうしてそんなこと聞くんだ？私、ブレードだから両親とかよくわからないし、どんな感じなのかなって思って。そうは言ってもな、父さんと母さんの話はじっちゃんやコルレルおばさんから聞かされたぐらいだし、正直記憶はほとんどないし、あまり現実味がない感じなんだよな。それって寂しくないんですか？まあ寂しくないとは言わないけど、あんまり考えたことはないかな。そうなんですか。だってさ、俺を育ててくれたのはじっちゃんとこの村の人たちだからね。俺にとってはこの村の人がみんな家族だからさ。こんなにたくさんのお父さんやお母さん、兄弟たちがいるんだ。寂しいって思ったことはないよ。家族が多いせいで毎日のようにお説教されとったけどな。うるさいな。なんだよ、小村も笑うなよ。別にバカにしたわけじゃないですよ。すごくレックスらしい考え方だなって感心してるんです。私もレックスみたいにたくさんの家族が欲しくなりました。何言ってるんだよ、ホームラだって家族じゃないか。ふう、こんな場所で告白かの。両親の前でなかなかやるではないか、レックス。ちょっとレックス。違うよ、そうじゃなくてさ、ホムラやニア、メレフにジーク、あとトラも、俺にとってはもう家族なんだよ。だから寂しがることなんてないだろってそう言いたいんだよ。なんじゃ、やっぱり根性なしじゃの。これから苦労するぞ、ホムラ。はい、覚悟できてますから。ちょっと二人で何言ってるんだよ、もう。